カモノハシガエルは、カメガエル科に分類されるカエル。全滅種。別名イブクロコモリガエル。オーストラリア固有種体長オス3.3から4.1センチメートル。メス4.5から5.4センチメートル。背面の皮膚は、サメ肌状か下,下流状。背面の色彩は、褐色や高褐色。黒で、不明瞭な暗色ファンが入る。目から、全色部にかけて。 暗色の筋模様が入る。死守背面には暗色の横縞、指跡や水かけには褐色の反紋が入る。覆面の色彩は白く炭紅色の反紋が入る。卵の保護膜や妖精からは胃酸の生成や消化活動の働きを妨げるプロスタグランジン E2 が分泌され、胃の中でも消化されないようになっている。産地にある湿潤紅葉樹林内を流れる。 岩の多い渓流に生息していた。水生。夜行性で、昼間は岩の下などで休んでいた。食性は動物食。陸上にいる獲物をめがけて突進し、口でくわえて捕食していた。繁殖形態は卵生。11翌1月に1回に18から25個の卵を産む。メスは発生がある程度進むと卵を胃の中で育てる。卵は 母の胃の中で孵化、変態し、母は6から7週間後に口から変態した6から25頭の幼体を吐き出す。以前より発見例はあったが、1972年に再発見された後に記載された。1981年以降は自然下での発見例がなく、飼育個体も1983年までに死亡してしまい、絶滅したと考えられている。 絶滅の原因は不明だが、生息地が保護区内で管理されていたことから、カエルツボカビ症が原因と考えられている。近年、クローン技術を用いての復活再生が試みられているが、肺の初期段階までの成長に止まり、いずれも数日で死滅に至っている。ありがとうございます。